改めまして156センチの吉山と149センチの吉山でお送りいたします。よろしくお願いします。はい、ということで早速ですね、我々履いておりますこちらのパンツでございます。マルシャルブレザー、はい、今回4色で配合案内させていただいています。そうですね、もう皆さん軽く多分ご存知の方はいらっしゃるかなと思う。そうですね、ありがとうございます。今回ですね、まず最初は結構ドアにオープンになったから、そうですね、ちょっと入れさせていただいているんですけれども、これまでは大体通年タイプでテンセルのものだったんですね。そうですね、そうなんですよ、テンセルタイプで、それもすごくサラサラとしてて、本当に私も大好きなんですけれども、今回なんとか素材が大幅チェンジでございます。やってくれましたねと、はい、ありがとうございます。はい、そうテンセルのすごい良かったんですね。良かったんですけど、やっぱり長時間座ったりすると座りじわがちょっと起きちゃうよとかいうのを、座り仕事の方ですね、事務の方とか、ちょっとそこが気になるかなっていうふうに今までも言われてたことがあったんですけれども、今回ですね、なんとポリエステル 73% になりましたため、違いなくシワが起きづらくなりましたということでですね、本当に嬉しいです、ね、嬉しいですよね、はい、全然私たちシワに仕事じゃないんですけどそれでもね、やっぱりそうそうアイロンとかね、アイロン、テンセルのタイプのアイロンごととかけたことないんですけどかけないんですけど、より気にしなくていいんだと思うと、やっぱりね、ちょっとすごい嬉しいなっていうところはありますね。やっぱりお仕事で使われてる方、はい、特に出張とかが、はいはいはい、そうですね、ちょっとコロナ禍が落ち着いてやっぱ増えたっていう方は、はい、今回のバージョンはすごいいいんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ試していただいてですね、はい、形的にはほとんどね変わりないというかですね、ちょっとウエスト部分見せていただいて、マルシャルテルさんのもういつものあれですよね、内側にゴムを入れ込んであるこのギャザーがですね、綺麗なウエストゴムになってるんですけれども、はい、この辺はもうほぼ変わらずです。で、正直この辺もあんまり変わらない、あんまり変わらないって言い方ちょっとあれなんですけど、形の良さはそのままにですね、履き心地もそのままに。で、何が変わったかというと長さが変わったんですよね、デザインでいうとですね。はい、長さがもともとその定番で置いてたテンセルの短いタイプに比べると6センチ長くなったんですよ。6センチってまあまあ大きいですよね。そうそうなんです。前回の形が8分丈っていうのがですね、はいはいはい、今回がフルレンズに変わりましたので、はい、いいでしょうっていう感じね。私は156センチなので、前回のバージョン持ってるんですけど、やっぱり結構足首がしっかり出る感じで、そうですね、スッキリ感はあってそれはそれで好きだったんですけど、正直長いのが好きな井原からするとあ、こんな長さがいいじゃないっていうふうに思ってます。もう本当にね、ありがたやっていう感じで、足首を出したくないっていう方とかも、はい、肩をぴったりで履きたいっていう方とかも今回の形はね、そうですね、はい、いいかもしれないですね。センチ以上の方でちょっと今までの短くて履きたいなかなか履かなかったよっていう方は結構今回のリニューアルというかですね、はい、いいんじゃないかなと思います。で、吉山さん149センチどうですか、丈感。前回の形はなんかよくマルシャルさんで見ても8分丈って書いてあるけど、私でもあれで9分丈で足首ちょい見えるかなってぐらいだったんですけど、はい、今回もがっつりがっつり、はい、長いですけど、うん、でも長すぎない、うん、もうスニーカー履いてても足曲げたらちゃんと見えるような形なので、例えばちょっと普通のパンツやっぱ長いとですね、自宅に入った時に引きずるっていう方もいるんですけど、そんなこともなくてぴったり履けますんで、スニーカーだとちょっとカジュアルな感じですね、履いていただけて、そうなんです、ね、が可愛いですね。今からですね、多分スニーカーに切り替えられる方も多いと思います、はい、
そうです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 ね、満喫するっていうですね。そうですね。している感じですかって。そうですね。ちょっと伝えたかったんですよ。すごいものが当たってる顔で。この記事からやっぱすごい伝えたかったんですけど、私ですね、なんかライブで多分何度か言ってると思うんですけど、ツルツルしたポリエステル の裏地が苦手なんですよ。で、ツルツルした感じがちょっと気持ち悪く感じてしまって、できる限りガサガサしてたりとか面とか。サラッとしてるのですね。そうですね。ちょっとナチュラル素材というかですね、うん、あんまりこのツルッとしてない方が好きなんですね。だからこれ今回ポリエステルだからどうなんだろうって正直思ったんですよ。でも履いた時に、ありがとうございます今回は感謝が多いですね全然なんていうんですかね、ツルツル感というか本当サラサラですよね。そうなんですよ。サラサラの生地でもし苦手な方いらっしゃればなんですけど、そういう方でも全然安心して履いていただける。このサラサラでしたら、はい、春夏のシーズンとか営業とか行かれる方とか外出られると思うので、うん、もうめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますよ。本当に生地も最高だし、うん、私的には長さも本当に素晴らしいグレードアップしていただいているということですね。結構長くなっているっていうお話ですね、はい、そうですね、6センチだからね結構長くはなってるんですけど、しかし、ね、6センチもあればですね、私の身長も150センチ超えるんですけれどもそうですね。でもね、やっぱりその吉山さんの身長でも全然その他に使う、まあ、レコードだからですね、裾ちょっと絞まってるんで他にね、つかないんですけど、はい、いただけますよね。うん、でもなんか今まで通りのすっきりさっていうのは変わらずに履いていただけますので、はい、パンプスに合わせた時にもすごく綺麗めくに履いていただけますので、今まで通り、まあ、そこは気にせず履いていただいてもいいかなと思います。なんかまたキックバックもねやっぱりいいですし、ストレッチ性もすごく効いてるからですね、履き心地とかはもう本当に安心して、なんか多いブランドさんであるからですね、自信持っておすすめできるかなというふうに思います。フルパイさん、はい、試着してお近くです。ぜひお願いいたします。履いていただいたら絶対納得していただけると思います。履いた方が間違いないと思います。やっぱマルシャルさんのレザーってそのすごい楽チンウエストのゴムで、今回2サイズですね、1と2の2サイズ履いてて、そのうちも1を着てますね。そうですね、1で、まあ、大体 M ぐらいで、2で M ぐらいまで履いてたんですけども、やっぱり楽チンでやりながらこの形の綺麗さ、もう本当にお仕事とかでもいいし、ちょっと綺麗めなスタイリングでもですね、すごくマッチすると思うので、ね、本当にこれはですね、自信を持って持っていいアイテム。お値段がね、買わせないっていうのが嬉しいですよね。上がりましたね、一応天然のよりかはちょっと、あ、じゃあそうですね、かは上がりました。そうでした、ちょっと上がりましたね、1万5000円そうですね、天然は上がってるけど、それでもやっぱり1万5000円500円なんで、これだけされたい時にはこのパーティーでもおすすめで、ね、はい、
メイハが企画させていただいたワンピースなんです。これね、自分で着るために買ってたあれなんですけど、これなんでやっぱりこの薄さにしたかっていうと、本当にもう春とか、こうやって羽織ってきたいなって思って、裏地はちょっと別のベースコートにしてもらったんですよね。本当に軽いですし、シワにならないし、私本当秋からずっと着てますよね。ちなみに一昨日も確か着てたと思います。そうですね、一昨日も着てたと思います。はい、本当にずっと着てるんですよ。ただ全然ダメージも起きないし、本当シワにならないから、ちょっと遊びに出かけたりとかする時にもいいですし、まあ、そんなにお呼ばれることないので、ワンピースで着ることはほぼない。基本本当に大坪さんが着てたみたいにデニムで合わせてることが多いんですけど、カジュアルに羽織って使ってるっていう感じですね。今日はマルシャルさんと合わせてちょっとベージュの方を着てみたんですけど、お色味のトーンが少し淡いペールトーンというかですね、柔らかいお色味なので、こういうカラーの合わせて中白持ってきてですね、これもマルシャルさんのちょっとねチュールがついたトップスが、まあ昨日入ってきてるから近日中またご紹介あるかなと思うんですけれども、それと合わせてちょっとこう綺麗にカジュアルなスタイリングで着てみます。今からの時期ですと明るい感じに気に変わりますので、なんかぐっと春っぽくなってですね、今日お昼でやってたこれにスウェットを合わせる子でもめっちゃ可愛いと思いました。可愛いね。そうですね、カオルさん、はい、井原さんが着てらっしゃるトップスが気になりますとコメントいただいておりました。そうですね、はい、ですね、これね、またしっかりご紹介があると思いますので、ちょっとチラッとしか見せしますね。ちょっとこちらで、はい、井原さん企画だったんですね。そうなんですよ、今度試着したいです。ぜひぜひ、本当にもしかしたら福岡店みたいに、はい、一時期ですね、置いてないバッグ、そうですね、時もあったかもしれないんですけどね、全然おすすめできるのでですね、皆さんベージュ春っぽいねと、ね、可愛いですよね。ちなみにですね、ちょっとここですね、井原のこだわりでここ直してもらってですね、ウエストゴムにしてもらって、もともとカフスの袖の予定だったんですけど、メーカーさんにわがままを言わせて、ゴムにしてもらったんですね。ただちょっとゴムがそんなにギュッとしたゴムじゃないんですよ。なので人に、私実はこれちょっと緩くってですね、止まらないんですね。なんで輪ゴムをいつも止めております。でここに止めてキュッてあげるとですね、上からこれでこうかぶせて輪ゴムしてるっていうのをバレませんので、ほぼバレたことございませんので大丈夫です。ちょっとね、腕のこうゴムが止まらない方はこういう裏技もございますので、安心して着ていただいていいと思います。そうですね、私実際買ってるのは黒の方買ってるんですけど、なんで黒のゴム、ヘアゴムをつけております。あ、バレないですね。ほぼバレませんので、ご安心ください。それは知らなかった。はい、私が着るとこんな感じですか、ってことなので、ちょっと私がじゃあ黒を着ますね。はい、ぜひぜひ。ノロさんもウエストのゴムです。伸びるんですよ、これですね。これ今後ろ結んでるんですけど、すごい伸び伸びで伸びるので、で、マネージャーもね、着れるんですよ、ウエスト。ま、こう、すみません、言い方にこれがいけないんですけど。例えば、今、大坪さんが黒着てたんで、すごい慎重さがすごい分かっちゃう。確かに。そしてドットのボーダーでね、可愛い。うん。私もその身長でも、うん、床には全然ついてないですね。そうですね。これは多分大坪さんもおっしゃってたんですけど、はい、このゴム、はい、で毎年すると、はい、このゴムがですね、ちょうどよく合わさるので、うん、さらっと私も結構長いのが好きなんですけど。いい感じの丈感、かわいい、かわいい。軽いでしょ、本当にね。めちゃめちゃ軽いです。そうなんですよ。この V の開き方すごいかわいいです。メーカーさんありがとうございます。怖くないですか？ね、確かに、なんかボーダー入れてもいいですね。いいですね。特に今日、おっしゃってた、スクエアのタンクとかでボーダー入ってると思うんですけど、なんか軽く見せてもですね、今からの時期でも、かわいいかな。かわいい。ちょっと
もしよかったら、もしよかったら、西山さんもせっかくに来てもらったんだけど、この西山さんが着るこの中のやつも、そうですね。ちょっと、これも今日のお昼の効果ライブで、この部分、黒はちょっと見なかったですね。そうですね。ポコポコ出ているんですね。PC でね、先行で販売してたエンボスの効果ライブなんですけど、その音もね、やっと入ってきたんですね。そうやってますね。じゃあ、ありがとうございます。ちょっと一回脱ぎますね。一回脱ぐ。で、これやっぱ可愛いですよね。可愛いですよ。あと本当に生地感が最高なんですよ。大事ですよね。今ちょうど使いやすいように。はい。多分、カラコも効果でお話しされているので、ご存知の方、こっち見えるかな。エンボスのタイプですね。ポコポコしてるタイプなんですけど、これですね、結構細いボーダーになってるんですけれども、結構清涼感があるボーダー立てなので、どうでしょう。太めじゃないので、なんか、カジュアルにも着れながら、例えばスカートとかで合わせて、パンプスを履いていただく、綺麗め系のスタイリングとかにもすごく合います。ちなみに私、今日の履いてるこのマルシャルのカーキーにパンプスを履いたら結構綺麗め系になったので、なんか、普段使うので、ボーダー持ってるけど着回し難しいなって方は、なんか、このタイプでしたらいろんなタイプに合わせていただきやすいかなと思います。あ、気になってました。ありがとうございます。家で洗えますか？はい。ご自宅で洗っていただくことが可能です。その代わり手洗いでお願いいたします。一応これなんですけれども、私が着てるのが、オフとブラックのカラーですね。で、もう一つが、ホワイト、まあ、大体皆さんやっぱ好きですよね、この組み合わせが間違いなく多分使えるアイテムになってくるんで、まあ、私もどっちかのカラーをよく買うんですけども、ただよく見ていただくとちょっとこっち見えるかな、この黒の方はちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、エンボスですね。そう、ボーダーのものって結構偏りガチになりやすいんですけど、こうやって少しデザインが入るだけで遊び心があってまた可愛いんですよね。で、黒のタイプになってくると雰囲気変わりますよね。上がやっぱ黒になるだけでちょっとシュッとした印象になってきますので、かっこいいのが好きな方とか、今私が使っているんですね、こういうシルバーを合わせてもすごく素敵ですので、ちょっとかっこよく着たい方はこちらもおすすめです。これですね、この間沢田さんが多分着用されたと思うんですけど、よいしょ、後ろのものとかに合わせるとまた少し印象が変わりますので、こういう風にアクセサリーボーダーだけでもコーディネート決まりやすいんですけど、アクセサリーつけるとさらにですね、また雰囲気が変わりますので、ちょっとかっこよく着たい方だったり、カジュアルスタイルで合わせたい方でもおすすめです。ちなみにこれはうん、はい。アクセサリーつけたかったんですけど。あ、了解です。ちょっと合わせていただいて、はい。こっちがやっぱ白が見えますね、もう。あ、これ何でしたっけ、文字の名前。なんか、ゴッホが何とかって言ってた気がするんですけども。結局忘れるって。そう、なんか調べたんですけど忘れました、私。なんか福岡と同じこと言ってる気がするんですけど、ぜひ気になった方、見て調べてください。もう、投げやりになっちゃったんですけど。あ、じゃあ、ちょっと、はい、ちょっと、はい、なら、何て言うんですか、卒業式、入学式、皆様、そうですね、今日もね、いらっしゃいましたもんね、結構、そういうようでお探しの方いらっしゃったと思うんですけど、綺麗めにさっきのドットのワンピースのですね、ジャケットと合わせてフリート履いて、あとセレモニースタイルというかですね、セレモニースタイルというかですね、皆さんなんかあるかなと思って着てみました。なのでさっきみたいなカジュアルな着方からこうやってちょっとジャケットだったりとか、失礼いたしました。これですね、今絶賛大人気の V のね、マネージャー一押しのジャケットなんですけど、あれと合わせて着てみましたので、あ、こういう感じだったらですね、ちょっとセレモニー系でも使っていただけるんじゃないかなというふうに思いましたので、最後にちょっとこれを着て、
いいですね。あ、井原さん素敵と。ありがとうございます。あ、入学式っぽいって。ありがとうございます。もう誰も入学しないんですけどっぽく見えるようにですね。誰も入学しないんですけど、はい、何かあったらこういう感じで使えるんじゃないかなと思います。ご提がある方は皆さんに、ね、そうですね、はい、また使い方もしていただければと思います。あ、さゆりさんからさっきのパンツと合わせてもいいですかと。中に入れるとこですかね。マルシャルなんですけどね。と、どれとどれかな。あ、ジャケット。ジャケット？ジャケットですかね。どれとどれですかね。腹筋のパンツ。はい。多分マルシャルのパンツ。はい。マルシャルのパンツ。合わせていただいて。ワンピース先合わせてきてたから、それもありますし、吉山さんのね、ボーダーとの合わせももうバッチリになっています。合わせていただけると思います。はい、こんな感じで、またちょっと長くなっちゃいますが、ちょっとね、いろいろご紹介したくなって、リベンジだったんで、ちょっと長くなっちゃいました。はい。あ、ジャケットですね。ジャケットいいですよ、もちろんもちろん。これと、多分、ヒストリーかなんかで私が多分このジャケットとこの黒で合わせて、そうですね、はい、前回ちょっと数十個で着てたんですけど、すごい、自分で言うのもなんですけど、お問い合わせもいただきました。はい。そうですね、こんな感じで合わせていただいてもいいし、まあ、さっきのベージュ、はい、いいかもしれないですね。そうですね、合わせてジャケットと着ていただいてももちろんかっこいいですよ。けいこさん、はい、私も入学式ないんですけどその組み合わせ欲しいですと。ぜひそういう方も OK です。いつか何かが上がるそうです、そうです、そうですね、準備しとくっていうのもありだと思います。非常に使ってるんだけど、いつか何かがあった時も使えるっていうところで、そうですね、いいんじゃないかなというふうに思いますので、はい、皆様ぜひ、ね、オンラインも持ってるのでチェックされてください。ということで、はい、今日はちょっとすみません長くなってしまいましたが、マルシャルパンツのご紹介と、はい、そうですね、ということですね、はい、今日来てみました。ということで、また次回ですね。はい、ありがとうございます。すいません、バタバタでございます。